どうもこんにちは、ケンジです。皆さん、今日は何の日かご存知ですか？そう、クリスマスイブと。クリスマスといえば、そうですね、アマオを使ったレアチーズケーキ。今日はね、最強のケーキ食わしてやるからな。行きましょう。材料はこんな感じですね。まあ、主役のいちごとクリームチーズですね。クリームチーズ、これでレアチーズ作っていきます。で、バターと、生クリーム、これ牛乳でもいいですけど、まあ生クリームがいいかなと。で、ヨーグルトとお砂糖ですね。これお砂糖 90g 測ってます。90ってやばいよな。これが全部あれですよ、みんなの胃に入るんですよ。とんでもなき脂肪量。そして、ビスケットと、これが下の生地になります。やっていきましょうか。そしたらね、初めに生地作っていきます。生地、下になるやつですね。ね、生地はね、マリーじゃなくていいんだけど、ビスケットとバター、これ使います。ビスケットが 100g なんで、これ1枚 5.4 だから、計算したら 18.5 枚必要らしいです。じゃあね、ビスケットを、落ちちゃった。ボウルの中にね、ザバッと入れときます。ザバザバザバッとザバッと。袋の中に閉じ込められていたこのマリーちゃんたちのね、息苦しさ、切なさ、儚さ、そういったものを解放していく、そういった気持ちでまずこのビスケットをガバッと入れていきます。で、18枚プラス 0.5 枚なんで、半分ですね。これね、かなりね、お菓子って重量重要なんで、パキンと半分に、半分、全然半分じゃないですけど、これとこれ合わせて半分だろう、入れます。で、残りは食べましょう。で、そうしましたらこれをグダグダ砕いていくんですけど、まぁ、ちょっとこうやってね、ガンガンガンって綿棒みたいな感じで上に砕いていきましょう。ここで途中でケーキ作るの面倒くさくなった人は、これを牛乳に入れて飲んでも美味しいかもしれないですね。牛乳とこれミックスして食べたらなんか美味しそうだなって思いますね。この時点で諦めた人はそれやってもいいかもしれないです。で、ある程度こうやって砕けてきたら、バターここで登場します。これね、溶かしておきたいんで、レンジでチンします。はい、じゃあね、あともうちょっと砕いて、こんな感じまで砕けました。結構細かいでしょ。まあ、ちょっと粗いの目立つんですけど、まあ、本当はもっと全部砕きたいんだけど、まあ、ちょっとさすがにね、全部無理なんで、まあ、こんなぐらいまで砕きましたら、溶かしバター、これさっきあっちっレンジでチンしてめちゃめちゃ熱いんですけど、これを入れながら混ぜていきます。入れながらっていうか、まあ、入れて混ぜます。入れましたらね、全体このようにしてぐるぐるぐると固まらせていきます。全体にバターをこう浸透させていく。あ、いいですね。もう匂いがすでにいいよ。めちゃめちゃいい匂いしてる。この匂いだけで俺は飯が食えそうな、そんな匂いですね。スメルですね。全体にこうやってダマなく、ビスケッツが、バターと絡みましたら、これをね、ケーキ型に流していきます。はい、これケーキ型です。18センチのやつですね、今回は。で、これをダバダバダバっと、ちょっとサラサラすぎるかな。もうちょっとバター入れるか。ちょっとサラサラだな。サラサラですね、これ。もうちょっとバター入れましょう。あ、いい感じですね。いい感じのポタポタ感になってきました。いい感じのポタポタ感。このポタポタ感がね、出したかったんですよ。よっしゃ、このように混ぜましたら、今度こそ溶かしていきます。ケーキ型に、おだばだばと、だばだば、だばだば、おだばだばって感じで入れていきましょう。はい、入れました。じゃあこれをね、そこにまんべんなく敷き詰めていきます。このようにね、フォークでこう、わかりますか、ベチャ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 と、なるべく固定していく。こうバターがしこう吸わせたバターがジョ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 ワジョワっつって染み出てくるぐらい、がっつりがっつりまんべんなく押してあげます。あ、ちょっとこれバター入れすぎたかもしれないですね。まあいいんです、バターうまい方が絶対美味しいんで、バター多い方が絶対美味しいんで、皆さんもバターはたくさん入れるように。はい、見てください、こんな感じで生地ができました。これをね、土台にするわけですよ。よし、 OK、 できました。じゃあ次に用意するのはイチゴです。次イチゴですね。アマオ買っちゃいました。アマオがやっぱ一番なんだかんだうまいんで、原点にして王道ってやつですね。これをね、全部使っていきます。もう
全部使いました僕は、余すことなく。はい、そうしましたらこれね半分にカットしていきましょう。半分にカットして、ね、でマンゴーって結構この平べったい方と鋭利な方があるんですけど、まあ見栄えがいいのはこのシュッとした方かな。あの半分に切っていくんですけど、このシュッとした方を断面にするようにこうやって切っていきましょう。はい、全部カットしました。じゃあこいつをどうしていくかっていうと、先ほど並べたあのケーキ型、これにね側面にペタペタペタと剥がしていくんですよ。このようにして、このようにしてペタペタペタと合わせていくわけです。これ切った時に皆さんどう見えると思いますか？月経阿鼻叫喚の嵐ですよ、ね、それを楽しみに、その光景を僕は今か今かと心待ちにしながら、ここで側面にイチゴを沿わせていきます。これねびっちり詰めていきましょうね。びっちり間空いてるとちょっとかっこ悪いんで、びっちりいきましょう。はい、こんな感じですね。こんな感じです。びっちりイチゴが側面にねついてます。これね綺麗なんですよ、切れた断面が。でまあ、ちょっと余りましたね、246個、3個余って10個でしたから8個使いました。8個皆さんも参考にするように。でこれで一旦ねケーキの、側は、完成です。はい、そしたらね、次はレアチーズケーキのレアチーズの部分作っていきます。このクリームチーズですね、クリームチーズと、ヨーグルト、ゼラチン、生クリーム、砂糖、これ使って作っていきます。はじめにこのゼラチンですね。ゼラチンを、板ゼラチン今回使ってるんですけど、これね、水に溶かして使うんで、一旦それやっていきましょうか。事前に溶かしとく、準備しとく必要があるんで、まあ何でもいいんですけど、このタッパーに、ゼラチンと水を、入れておいて、準備すると、水に戻しておくって感じですね。今回使うゼラチンが、10g なんで、この板が1枚 1.5 だから1、2、3、4、5、5、6と、3分の2枚ですね。入れて、これはね切っていきましょうか。3分の2、これねゼラチンってこの網ついてるでしょ、これでね大体分かるんですよ、このくらいかなって。目分量じゃなくても分かるんですよね、このくらい。よいしょっと、ちょっと多いっすね。ちょっと3分の2より多いっすけど、あ多いっすね、ちょっとね固まっちゃうんでこれちょっともったいないですけど、この切って捨てておきましょう。こっちと、はい、じゃあこれをね水に溶かしていくんですけど、だいたいゼラチンの、10倍の量を、水で溶かしておきたい。5倍ですね、すみません失礼しました、5倍の量ですね。なんで今回 10g なんで 50ml の水で溶かしていきましょう。はい、 50g ダバッと入れて、水で戻しておきましょう。しばらくこの間にあれですね、クリームの部分用意していくという感じです。はい、まずクリームチーズなんですけれども、今回ね 200g 使って250使っていくんで、普通のクリームチーズってね200なんですよね、売ってるのなんかちょっと不便なんですけど、この雪印のやつが、20g、200g なんで、これをですねまずダバッと一つ入れちゃいましょう。でこれ200なんで、あと 50g 入れていきましょう。まあ同じやつでもいいんですけど、僕なんか今回いろんなの使ってみたかったんで、キリのやつも入れてます。まあいろんなチーズ入れた方がね深みも出ると思うんで、カレーと同じです。カレーと同じ、カレーもコクマロだけじゃなくてね、ゴールデンカレーだけじゃなくてジャワカレーと混ぜることで美味しさ発揮するんで、こんな感じですね。用意、お菓子とチーズケーキとカレーってほぼ一緒なんで、はい、そしたらこれちょっとね硬いんで、レンジでちょっとチンしていきましょう。1分ぐらいチンします。はい、こんな感じでねちょっとね、溶けつつニュルニュルになってるんで、こいつらをねかき混ぜていくんですけど、ホイッパー使いましょう。ホイッパー僕今日ね買ってきたんですよ。こう今まで手で混ぜるやつだったんですけど、こういうねホイッパーがあるんで、これねかき混ぜていきましょうか。このようにしてぬるんと、見てください皆さん、いきますよ、いっちゃうよ、いっちゃうよ奥さん。あーすごい、あー抵抗がすげえ、抵抗がやばいな。まあでも あんまり早く吸いぎるとこういう粘性の高いやつ飛び散っちゃうんで、ちょっと低速でまずはいきましょうか。わーすごい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 、わーわークソ面白い、あーうわーすごいぐにゃぐにゃだ、うおー早すぎる、手でやってたのがバカらしいぜ、やばとんでもなく破壊力。じゃあこれでぐるぐるにしましたら一旦止めて、もすげえこれ感動してるわ今俺初めて使った、俺いつも手でゴニャゴニャ混ぜてさ、すんげえ時間かかってたの、
すんげえ時間かかってたんですけど、これみんなも買った方がいいよ。これ買いだわ。今年のボーナスの皆さんまだ使ってない方はこれ買いましょう。アマゾンで1100円です。あのプレーンのヨーグルト、あの甘さ入ってないやつですね。あの砂糖はちゃんと別で入れるんで、甘さ入ってないこのプレーンのヨーグルト、これはね200、半分ですね。普通あの400で入ってると思うんで半分入れていきましょう。でメモリ書いてるよな、こういうのって。書いてないのかこれ。なんかこんなもんすかね。こんぐらい入れましょうか。そうしましたらまた、ホイッパーでギュイーンと全体かき混ぜるわけですよ。いやすごいわこれ、破壊力がえげつないこの小豆なし。このようにしてグリン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 グリムラなくかき混ぜていきます。ここでいかに滑らかになるかが決まるんで頑張っていきましょう。さらにパワーアップ、海洋拳4兵だ。4兵でいきます。ほら見てください、4兵にすると途端にもう滑らか滑らかウリーでしょう。まあ滑らかになりましたと。そうしましたら次は、生クリームと、砂糖ゼラチンですね。こちらをね加熱していきます。で生クリームは、全部使っちゃいますね。これあの200入ってると思うんですけど、これをですねまず お鍋にですねダバッと入れまして、ダバッとまず入れます。お鍋に生クリームって高いんだよな。これ300円ぐらいするんですよ。だから生クリーム嫌だよって方は、高いよ返事って方は牛乳でもいいです。で、お砂糖ですね、これをダバッと入れちゃいます。ダバッと全部もうダバッと入れちゃって、だいたいですね50、60度ぐらいかな。これをですねちょっとかき混ぜながら加熱していくと。これね、なんで温めるかっていうと、後で火を止めてあのゼラチンを溶かしやすくするために温めるんですよ。なんでここであの沸騰させる必要は全然ありません。まだですよ、まだまだ焦っちゃいけませんよ。まだですよ、まだですよ、皆さん焦っちゃいけません。あと10秒待ちましょう。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 OK です。こうしましたら、火を止めて、先ほどゼラチンですね、こちらの水吸ってこうやってダルダルになってるんで、これをですねまず、いらない水水分をですねジュジュジュッと絞っていきます。絞りの検事でいきます。こうしましたらこれをお鍋にタパンと入れて溶かしていくわけなんですよ。タパンと、実はタパンと入れることです。これを少しこうスプーンでぐりぐり混ぜて溶かした後に、まだ完全に溶けきってないんで、これをですね再びこのミキサーによって溶かして、あれしていきましょう。うわめっちゃ飛んだクリーム最悪。これをですね溶かしていくんですよ。このようにして骨にしてかき混ぜていきます。まあある程度で十分です。これがほぼほぼねもうゼラチンになって入ってないんで、あとはこれをとーっと、いやですねこれ流し込んでいきながら少しずつ回していくという感じです。はい OK。 これはあとは、きれいにきれいにかき混ぜると、でバイプッシュだ。さらにバイプッシュ、やめろ悟空、天から声が聞こえるまで3名だ。3名やべえ、2名で2名だ、3倍やばい、飛び散る。3名でとどめておきましょう。はい、かき混ぜました。こんな感じで OK ですね。こんな感じです。そしたらもうあとは簡単。そしたらもうあとはこれを流し込むだけです。これ型に流し込んで一丁上がりと、あとは冷やしてジエンドオブザイにします。これをですねもったいぶらずに余すことなく流していきます。パッパーって見てこれクソエロいわ、見てくれこれめちゃめちゃいいでしょ。これをですねタパーッと流しておくとちょうどぴったりなわけですよ。このようにいちごの山が少し出ている、これ少し出ているぐらいで大丈夫です。え、出てたらちょっとかっこ悪いじゃんケンジと思う方いるかもしれませんが、ご安心をと。こんなんじゃ僕はおりませんよ。これね僕結構やるんですよ、このチーズケーキ。めちゃめちゃうまいから、めちゃめちゃうまいし、すげえ女子受け抜群ね、女子受け抜群。みんなこんな放送見てるやつさ、あれだろ彼女いねえだろ来年はこれで彼女作りな、来年は彼女作ってこれを食わしてやりなよ。でこれで一旦完成。見てくれこれ、タラタラタラって。これをね棚ですって感じなんですけど、これをここに置いておきます。
そうしましたら、次はね、上にかけてソース作っていきます。これじゃ終わりませんよ。まずですね、先ほど同様ゼラチンですね。ゼラチンも、今回は 4g なんで2と3分の2ですね。こちらをですね入れていきます。で先ほど同様、5倍の水、つまりは 20ml の水で、こちら戻していきます。これで戻していきます。タパタパタパッと、これ置いておきましょう。で、次にやるのが、鍋で水と砂糖と、ラズベリー、こちらを沸かしてラズベリーソース作っていきます。まあ、ただ ラズベリーちょっと売ってなかったんで、冷凍いちご買ってきました。これ普通のいちごとか冷凍ラズベリーでも全然いいんですけど、まあまあまあいちごでもいけるでしょうと。本当はねいちごラズベリーがいいんだけど、そうしましたら砂糖 50g、 水 50ml、 これ用意しましょう。大さじ何も入れたか忘れました。今はちゃんと数えながら、あ、こんなもんでしょうこんなもんだろう、こんなもんです、こんなもんでいいんです。料理っていうのは男の料理なんで、こんなんでいいんです。はい、水50ダバッと。で、ここでね冷凍いちごも入れちゃっていいです。これ冷凍いちごも鍋の中に入れちゃいましょう。ラズベリーは 100g ぐらい入れちゃっていいんです。これが 5g なんで、そこなんで全部入れちゃいましょうか。ダバッと入れて火かけていきます。これでね、いわゆるピューレを作っていくんですよ。ピューレで大体煮立ちましたら OK です。ここにですね、ゼラチンを入れていきましょう。はい、じゃあねゼラチンが水で戻ったんで、これ入れて、かき混ぜていきます。これ煮立たしちゃってもいいですね、ちょっと軽く。で、完全に溶けたんで、こうなったらなんかタッパーかなんかにこれをダバッと入れ、耐熱容器ですね、熱い耐熱容器だけなんですね。で、これした後どうするかって言ったならば、そうです、皆さん、またもやこいつの登場ですわ。愛用犬で、いちごをぐちゃぐちゃにしていくんですよ。って全然ぐちゃぐちゃになんないし、砕けろ、飛ぶんじゃねえ、飛ぶんじゃねえ、全然とも砕けねえし。ちょっとね、お気づきの通り、いちごだと色合いが若干悪くなるんですね。色が若干なんかくすんだ色になるんですよ。なんで、いや、これは俺がサングラスしてるからかもしれないですけど、これラズベリーの方がもうちょっと淡くて、淡いというか淡くないですね。もうちょっとはっきりしたいい色、むしろ淡くないいい色になります。まあまあこれ以上なんないですね。まあよしとしますか。じゃあ最後こいつに、ならこいつにこしながら、こし前と、なんか本当はちっちゃいのがいいですけど、僕あんまねおしゃれなのないんで、これでザルでねこしながら、ちょっと怖いなこれ。一旦何かに入れますか。一旦ですね、じゃあこういった容器にこしていきましょうか。あ、純粋な液体部分のみを抽出していくと。でこれもったいないんで、ちゃんとこうやってねキュッキュッキュッって押してあげたりして、余すことなく液体部分を下に慣れしていきましょう。ズリズリと、いわゆる裏ごしってやつですね。こんな感じでこしてあげます。でね、これがまたうめえんだよ、これがまたうめえんだよ、このさあわね、売れ残った哀れなこの入れた40代のいちごたち、これがね最高にうまいですよね。これが、これ見て、これトロトロの砂糖まみれのいちご、いただきます。うめえなんでこれが一番うまいまである。そしたら最後これを上に、そう、あれ待って、沈んじゃった、固めてからの方がいいかな。これ沈んじゃったんで固めてからの方がいいですね。チーズケーキはちょっと冷蔵庫で固めてからの方がいいです。すいません、これちょっとこのまま入れると埋まっちゃうんで、この重くてソースがね、これちょっと一回冷やしましょうか。少し固まるまで一瞬冷やしましょう。1時間ぐらい、すいません、カメラ撮るの忘れてたわ。ちょっとソースをね、チーズケーキ冷やしたんで、ソースを上からかけていきます。ちょ、これカメラで見ると多分薄く見えると思うんですけど、これ冷えるとね結構ね色がはっきりして2層に分かれた綺麗なチーズケーキになるんですよ。はい、完成しました。じゃあこれをね、あとは冷やしておしまいです。このまま冷蔵庫に入れましょう。ラップとかもねしなくていいんじゃねえかな。するとなんか余計上にふっついたりしてめんどくさいんで、冷蔵庫入れちゃいましょう。ではこれをね一晩冷やしていきます。見てろよ、最高のケーキできるからな。それでは生放送でお会いしましょう。バイバイ。